武田幸運斎頭亡、武田幸運斎以下24名の氏名が刻まれた母妃、武田幸運斎頭亡は、幕末に、水戸藩の天狗党員353名が処刑後に埋葬された墳墓である。福井県鶴ヶ島津島町にあり、国の史跡に指定されている。処刑された天狗党員353名の遺骸は、三件、四方の五つの穴に埋められた。このため、 当初は五つの土饅頭型の塚となっており、五塚と呼ばれていた。三年後の1868年に盛り土することで、一辺が16軒、高さ2軒の方形墳墓となり、その上に15基の墓碑が建てられた。この時点では、墓石は、水戸の方角の東を向いており、この地形に配置されていた。1914年に大改修がなされ、現在のように墓石は、 松原神社の方角の西向きとなり、前後2列の配置となった。15基の墓石のうち13基には、同地で処刑された353名の生命が刻まれており、そのうちの1基は一回り大きく、中央に置かれており、武田幸運祭ら幹部24名の名が見える。2列目14番目の墓石には興雲中に、内地にした21名、15番目には病死した31名の、 生命が刻まれている。墳墓地854平方メートルが1934年12月28日に国の史跡に指定された。1864年3月、尊能上位を掲げた三戸藩の藤田小四郎らが、筑波山で天狗道を結成して挙兵し、朝廷に直接その志を直訴すべく、武田幸運祭を首領として、 総勢800名で上落を開始した。同年11月1日に、日立国の大井港を出発、途中で江戸幕府軍と交戦したり、風雪で寒さが厳しくなる中を進み、40日間をかけた約1000キロメートルの行軍の末、12月11日には、鶴ヶの新保に到着したが、すでに各藩からなる討伐軍に完全包囲され、 また頼みの綱であった、金利御主衛総督の一橋義信が、討伐軍の総大将であることを知り、12月17日に退治していた加賀藩に降伏した。天狗党員823名の身柄は、加賀藩の預かりとなり、12月23日から25日にかけて、鶴ヶの本名字、本勝寺、長円寺に収容された。これら3つの寺は隣接しており、 警戒しやすかったと考えられる。加賀藩の扱いは、天狗党員の心情を思いパカリ調なもので、あったが、翌1865年1月27日に、幕府役人に引き渡されると状況は一変し、牢屋代わりの西蔵に押し込められた。足枷をつけられた党員たちが収容された西蔵の、環境は劣悪で、窓が塞がれた薄暗い中、便所代わりの桶が、 中央に置かれ、食事も粗末なものであり、病死者が続出した。A 里氏時に仮のシラスが設けられ、同年2月1日から、幕府役人の田沼玄馬守依存が、天狗党の取り調べを開始したが、数日間程度の形式的な取り調べを行ったのみで、残守353名、追放188名、流罪137名、三戸へ、総知125名、 少年11名は、永源寺預かりの処分が下された。なお、首切りの役目には、福井藩、彦根藩、小浜藩が命じられたが、彦根藩は、桜田門外の変にいて、三刀氏に、井、e. 伊直介を暗殺されていたことから役目を進んで、申し出、福井藩は、松平春学が天狗党への一方的な、罪人扱いを好まずと言って断ったという。 同年2月4日の武田幸運祭以下25名の残首を皮切りに、来号寺の形状で5回に分け、353名の大量処刑が実施された。薩摩藩は、流罪のための船を用立てるよう幕府から命じられたが、西郷隆盛は、降伏した者を罪人扱いして中殺するとは尋常の振る舞いでなく、道理に合わないと言って断ったという。また、大久保は、 是をもって、幕府滅亡の印と日記に記して憤慨し、かつ回収も、多数位の死をして参加に陥らしめ、幸福の後も滑稽に死し、これが試し一層憤慨の心を激動し、と幕府の対応を批判した。処刑後間もない3月に、鶴賀の英賢寺、英諸寺、英源寺,寺、マゼンデラは処刑者を弔う法要を行った。その後、過烈な処置に、世間、 初犯からの批判が高まったためか、翌1866年5月15日、オバマ犯預かりとなっていた約110名が、順犯士として罪を許され、衣服や金子などの支給を受けて、永源寺に身柄を移され、同年5月26日から1867年5月まで、鶴ヶに滞在、その後味方軍佐賀家に移された。彼らは、 約8ヶ月後の1868年1月に、水戸藩への規範を許された。1868年2月、北陸道沈武士が立ち寄った際、工芸寮を備え、墳墓の改修を命じた。また1875年には、軽死者353名に加え、戦死、戦病者も合わせた411名の水戸列死を祀った松原神社の建立が許可された。 1878年10月10日、明治天皇が北陸巡行時に再資料金500両を貸ししたことから、以後10月10日を霊祭の日としている。1896年、松原神社の本殿が墳墓前に竣工し、1914年に松原神社は現在の位置である指導を挟んだ西側に移転した。なお、 分母の階段を上がった入り口に設けられていた鉄製の門扉は戦時中の金属教室により失われたが現在でも門中は残っている。武田幸運斎の遺品が遺族から松原神社に寄進されその多くが鶴賀市の有形文化財の歴史資料として指定されている藤田東子の子である天狗島を討伐する幕府軍総督であった。 曽祖,祖父は田沼沖継である。助垣の特徴時に三人が葬られた記録が2015年に見つかっている。当時、鶴賀と若狭は滋賀県に属していた。ありがとうございます。